つたくさんいるんで始めちゃいます。アークレボ予選すべて終了しまして、平和な日常が戻ってきました。火曜大会人数が多くなって、いい感じですね。水曜日の初心者対戦会大会に出ている方たちも何人か参加してくれていますんで、これからももっと盛り上がればいいかなと思います。で木曜日はアークレボ本戦が終わりましたら、チーム戦になりますんでね、ガンガン行きましょう。カードありましたか？はい、じゃあカードもしてもう録画開始してます。でちょっとね、B 問題は本当ならば広さんなんじと大阪さんのファーストのチームと俺のチームなんですけど、ちょっと大阪さんがまだ来てないっていうのと俺がまだ一人チームなんでね、ギリギリまで待つかもしれません。はい、行きましょう。はい、ガッツポーズ。さあ行きましょう。最初のゼロ回戦、ニートブリッジと高安寺、ワンピー側、ニートブリッジと先方、対戦相手はコイキング、ミリア、フィーノメロムチーム。あれ、フィーノさんの色がちょっとなんか渋いカラーになっておりますが、まあね、まあ、ニート対フィーノさんなんでフィーノさんの圧勝だと思われますが、ガベージです。だけどね、大会だから何が起こるかわからない瞬間移動、ジャンプリーを振ってなんかちょっと跳ねて最終的にめくりになる。ああ、昇竜拳気合い入れて打ったものの空振り、マイピーでしっかり対処、前系から前ハイサーが弾当たって、さあジャンプリーしっかり締めて一本選手はフィーノメロム。ただ今度ニュースから S 級、あー出た、低空差しから左足ができる、やったね。しかし普通に今度ミスからジャンプハイサラまで決めて落として画面欲しい、スタジキースティンガーで弾いて画面欲しい、スターシップで返す、画面端逃げたい、待ち受けるドーソンのジャンケブリジットのジャンプ系も、まあ、ベノムもそうなんですけど、ジャンプ系非常に判定強くだったり持続が長かったりするんで、持続長いかどうかしませんが、非常にね、出されると面倒くさいですね。今回のジョニーのジャンプ系でもこんな感じですけど、アメージー対エンス、これね、設置が意外と隙がありますんで、まあ、甘えた設置にはこうやってしっかりダメージを奪っていくフィーノベノム。まあ、けど設置しないとね、始まらないんでね、辛いところですね。まあ、煽りの時代を考えればしょうがないですね、煽るとか無視で、あ、落ちでやりやすい、あー頑張った頑張った、ゲージがない。おいおい、このブリッジと B ランクかよ、どうなってんだよこのゲーム。さあ行きましょう。バカさんのアンジー、風神振りまくってアバにぶっ殺されて、このゲームクソゲーとなんかいつも言っておりましたけど、まあアンジーと戦ってる皆さん多分同じような心境だと思うんですよね。まあ、タカさんはね、動画台にこう立つとね、めちゃめちゃ面白いことをやってくれるんで、まさかのジャンペースガードポイントとか、マジ本当ね、煽りの時代から教えてもらったんですけど初めて見ましたよ。よく見ないですよ。やばいっすよ、着地間際ですからね。まあ S 連打してたら、まあ何が出んのかな、 S の技はないか、ちょっとニート邪魔、もうちょっと左行って。さあ行きましょう。高安寺対するコイキング、さあ金エスダッシュを止めてダイナメージ、まずはバースト使っていきます。さあ画面中央たくさん貼って、おっとシークレットガーデンにシストを打ち込んでいく、そして持続長い技、これがね風神止めるときにね、かなり役に立ちますよね。ああいう風にまあちょっと外すと怖いですけど、ダメージ一気でいいかなって感じですかね。あー危ない、ダメージ一気ですから P 対飛んで下に待ち合うが、今回から追加されました K サイレントフォース、非常にね角度はえげつないですね。しっかり下へも蹴ってダイアンドリーチはコイキング、わーっと警戒、タカさんといえば風神かと思いきや最近は警戒もね取り入れておる。おっと歩いてるがガードが間に合う、そしてどっち、確かにから足払い、直下しないとね結構めんどくさいですね。直下すると投げがかかったりするんですけども、ジャンプディー返して画面端、これはバー多分封じ読みなんでしょうけども、今度は軽快に切り替えていく、取り返すのは高橋。最終ラウンド
さあ何か分からない。ジャムディ体一気にガンガジン下段食らってナギハダウン奪ってシスガサーね、ハイジャンプで逃げるがマイピー、これは耐久ね。おっさあ、足のところに風船が飛んできてバースを使って2ハイスラーですよね。しっかりジャンハイジャンハイジャンプ2ハイスラーから落としてプリティメイズバースを合わせていく。今回消えるようになりました。前回はね恐ろしいゲームでしたね。はい、画面足バットブーンから大きい攻め足払い。さあここは見ている、ダストはさすがね、ヘギさんもダストの使い手なんでね、しっかりダストからにしきました。ジャンハイスラージャンプ2ハイスラー落としてプリティメイズからの風神を警戒、立っている。さあしっかり前転も見ている。いやーどうして食らってしまう。たたらない、スリムボディからのダストのガードポイント機能を押せず、どっち下段から 2K 今度は逃げる、しっかり見てるんですね。 B 回から立ち B から届いて高橋が取り返す、取り返すじゃねえ、あ決定戦ですよ。はい200円お願いします。投げ全部避けてた、よかったとか見てたわけじゃないですか。はい、トコさん確かに前転すべてさばいてるんですごいなと思ったら、全部避けれたらよかったって言ってましたからね。フィーダさんを言うおかるコイキングとかでね、なんかやばいことになってますけども、あ、200円ですね。はい、すいません、ありがとうございます。外野のね、この相方に任せて適当にクシプレーでのこう煽り合いがやばいですからね。お前ら何してたんだみたいな。あ、やっといて、ここ更新してから貼り直し。さあ、取り返して更新した。さあ、で、捉えてじゃん。はい、で、大きいメール。さあ、マイピー、こっからセットプレーデュービスカーブ、あっと当たらないが美味しい。デュービスの前切り刺さって風神前に出る、光るコピヌ帰り見ぬからの金エース達したいすら、たまには暴れ潰しを見せておく。こうやって見るとなんかこう風神を通し出してくるために選択肢を散らしてるような雰囲気があるんですけども、結局はやはり風神なんでね。やっぱすごいですね、これは投げの反応が鋭いね、フィーノさんの反応を逆手にとっての金輸出なんでしょう、多分すごい強いですからね。ありがとうございます。スラッシュ時代に近い最後いいから封じんだ。出たー、出そう、ほい中央見せられないよ。さあ本戦ではスタートボタンが左側にあるということで経緯連携が使えないかもしれないという情報を手に入れた高さなじ、今では使っていく。サザンクロス、わやばい、無駄に青木をしたばっかりに画面端やばいぞ。そう、さすがにそれダメ、しかし変な当たり方して連続ヒットならず。風神が怖い、風神が怖い、風神が怖い、しかし警戒来るかな、そろそろ。うわー、台無しだよ、勝ったな高橋。赤さん、はい、負けトーナメント期なんでね、頑張ってください。はい、それでは続きまして、どこ行こうかな、ここ行きます。馬さんのジョニー、オスカさんのイノチームとシャリアファースト、ナススレイヤーチームいますか。で、B1 内、B1 内、